韓国が土壇場で破棄を停止しました。韓国政府が22日、日本政府に対して軍事情報包括保護協定 GSOMIA 終了の通告を停止すると伝えたことで、23日午前0時執行の危機は回避され、GSOMIA は1年間の自動延長となりました。こちらでは、このニュースの概要と、海外及び日本国内の反応をご紹介いたします。皆様こんにちは。ナビゲーターのさくらです。てっきり GSOMIA はこのまま終了すると思っていただけに、今回の韓国の対応は韓国らしからぬ動きだったように思います。ただ、チキンレースギリギリで敗北したということは、完全に韓国のハッタリが公にさらされたことを意味しますので、その意味においては、今回の決定、意見は様々だと思いますが、いい方に捉えて良いのではないかと思います。最近の国会を見るにつけ、安全保障に対して、議員と国民の思いがかなり離れてきているように思えることからも、今の時期、諸手を挙げて GSOMIA 終了に全面的に賛成と言えない自分もいるように思います。それはともかく、今日もしばらくの間、皆様とこの問題について考えてみたいと思います。それではニュースに入ります。GSOMIA については1年間の自動延長が決定されましたが、それに加えて日本政府が安全保障上の懸念から実施した対韓輸出管理の厳格化についても、韓国は世界貿易機関 WTO への提訴の手続きを停止し、日韓両政府が政策対話を行うことになりました。日米の完全勝利と言っても過言ではないと思います。今のところ GSOMIA 延長に伴い日本側の妥協はないようですが、輸出管理の厳格化についての話し合いのテーブルが設定されたこと、これをもって韓国側は成果としたいのだろうと思います。日本と韓国が相互に何かしらの成果を見出せた今回の韓国の決定は、今の時点ではとても見事な落としどころだったように思います。そもそも輸出管理と安全保障を天秤にかけること自体、間違いだといえばそれまでなのですが、当然アメリカの圧力が半端なかったのだと想像できますが、今後注目されるのは、選挙公約で GSOMIA 破棄を掲げ、大統領選で当選したムン大統領の動向です。自らが窮地に追い込まれると、決まって反日扇動を行ってきたことは、7月からの輸出規制厳格化への反発、そして8月には GSOMIA に論点をずらし、今の今まで不買運動を国民に続けさせてきた実績からもよくわかるところです。今回の件、韓国側は破棄はいつでも可能との詭弁を発表しているのですが、そのようなことが常識的にできるはずもなく、まさに公約破りのムン大統領はどうやって自らに向かってくる無数の矛先をかわすつもりなのでしょうか。先日は中国との防衛協力を締結したばかりですし、国際的にも完全に板挟み状態になってしまった文政権ですが、頼みの綱である北朝鮮からもそっぽを向かれている現状。そして国内でもかなりの支持層を失ったと見るのが妥当だと思いますので、ムン大統領の将来はかなり暗いと思います。今回のニュース、海外ではどのように感じているのでしょうか。日本国内の反応と合わせてお聞きください。それでは海外の反応をご紹介いたします。そもそも GSOMIA 破棄を取引カードにすること自体が間違ってます。アメリカには頭が上がらないということがよくわかりました。アメリカを出しにして自らの要求を通そうなんて都合が良すぎるよね。韓国にしては常識的な対応です。アメリカからのプレッシャーがよっぽど強かったんだろうね。GSOMIA を維持しなければ在韓米軍は日本まで撤退してしまうんだから。もう韓国が何を言ったところで日本はもう韓国を相手にはしないでしょう。あの国が信用できない国であることをまた自ら証明したってことですね。だだっこが頭を下げてくれてよかったよ。同盟国からボコボコにされたんだから、この惨めで自己中心的なムン大統領は次の選挙できっと惨敗するでしょう。アメリカも今回のことで韓国がどんな国か認識したと思います。GSOMIAを破棄して得をするのは中国くらいだからね。アメリカからの最後通告が効いたのだと思います。このまま GSOMIA が終了していたら韓国経済は年末を待たずして崩壊してたはず。韓国には最後の最後までイライラさせられっぱなしです。韓国は最後までハッタリをかましてたけど日本は折れなかったし、また動揺もしなかったね。韓国は素晴らしい選択をしたと思います。でもアメリカをここまで巻き込んだのは今後の米韓関係にとってとても大きな過ちでした。韓国の高官が後からいくら取り繕ろうという発言をしたところで、直前撤回の事実は日本とアメリカに無条件屈服したということと同じです。どちらかというと GSOMIA を終了してほしかったんだけど、やっぱりアメリカの圧力がすごかったんだね。日本とアメリカに無条件降伏したように見えるんですけど、土壇場で屈服したことで韓国政府のメンツが丸つぶれになったし、そうなるとムン大統領の任期継続も危ういような気がします。つまり韓国は持っていたカードを全て丸投げしたってことだよね。ムン大統領は恥ずべきリーダーだと思います。今回日本政府は全く動じなかったよね。あんなに自らを正当化しまくってたのに、最後の最後で方針転向ですか？もう何を言っても相手にされないと思います。これで日本はやっと韓国から解放されるのでしょうか。大人の対応で大事なのは、感情が高ぶっている時には絶対に行動を起こさないっていうことです。つまり青瓦台が条件付きで折れたってことだよね。今回の方針転換は韓国は日米に対して今後絶対に立てつくことができないことを証明したようなものです。今回は韓国相手に常識が通用したという極めて稀な例になりましたね。日本国内の反応です。いつでも破棄できるということ自体が狂ってます。破棄で困っていたのは自分でしょうし、こんなものが外交カードと思うのがどうかしています。よほどアメリカに脅されたのだと思います。そして日本が妥協したということで面目を保っているんですね。GSOMIA と輸出管理は別物だということがまだわからないの？しかも上から目線も変わってないし、これでは話になりません。日本がホワイト国から除外すると決定したのは8月。あれから3ヶ月、GSOMIA と輸出管理は別問題だといつになったら気がつくのでしょう。日本側が譲歩し始めてるとアピールしたいんでしょうね。この発表を破棄に賛同していた支持者たちがどう判断するのか楽しみです。ということは GSOMIA 撤廃の宣言がまた聞かれるのですね。でも日本は何の妥協もしませんから、その時を楽しみにしています。梶山経産省は輸出管理はそもそも他国と協議して決定するような性質のものではないと力強い発言をしていましたが、その通り実行してもらいたいと思います。韓国に誤ったメッセージを送らぬよう、今回は一歩も譲らぬ日本の意思を貫き通すべきでしょう。過去も同様に、ごねたら日本は何とかしてくれる、文句を言ったら日本が折れるとの認識はなくしてかねばなりません。当初より韓国がやっている被害者ビジネス、これを今の時代に終わらせて日本の子供の代にまで残してはいけません。韓国は子供に同じような教育をし続け、被害者ビジネスを子供の世代まで続けようとしています。将来を見据えたまともな付き合いができる国ではありません。今回は GSOMIA もありますが、日本人として先延ばしにしてはいけない問題だと思います。お気の毒ですが、今日の日本側の会見を見る限りでは輸出管理は緩和されません。また同じ説明をするだけです。今回韓国は WTO 提訴と GSOMIA 破棄の2つを諦め、日本は米国に貸しを1つ作りました。成果の差は歴然としています。韓国のことはどうでもいい。日本が譲歩していなければそれでいい。日本の立場は何も変わっていませんし、この火種は継続ですね。まずは日本の関係者の方々、ギリギリの調整ご苦労様でした。韓国の思いつき政策に振り回されて、無駄な労力と時間を費やしてしまいましたが、今後は一歩距離を置いて対応する方針でいいと思います。よくわからない論理で勝手に話を進めないでほしいです。安全保障の協定を交渉カードに使うこと自体がどれだけ日米のような友好国の信頼を低下させるかまだ理解してないのですね。本当に外交ができない国なんですね。相手に間違ったメッセージを送ってはいけないので、日本は絶対に譲歩せず正論を貫き通すべき。今までにも同じような事態に付き合わされ、その度に妥協してきました。もはや被害者へのなりすましに関わる必要はありません。一度の合意では終わらないと平然と言ってのける相手は信用できませんし、次の世代に問題を先送りしてはいけません。たもとを分かつなら、今決心する必要があると思います。今回は譲歩したから次回は日本が譲歩しろという変な理屈でアメリカに日本への圧力を要求するのでしょうね。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。おおむね海外もあまり日本と変わらない意見のようですね。今回は日本の毅然とした姿勢が呼び込んだサプライズだったように思いますが、この日本の一貫性に韓国が業を煮やし、米国からの圧力を期待して GSOMIA 破棄を持ち出したのだと思うのですが、もともと筋の通らない主張だったのですから、常識的にはこうなるのは当然だったのかもしれません。アメリカもこのような状態で日本に譲歩を促すと、アメリカへの信頼感が薄れる危険性もあったでしょうから、やはり毅然とした日本の態度が今回の結果につながったのだと思います。近々応募校問題もまた話題に上ると思いますが、その時も日本は一歩も引くことなく、日本の正当性を主張していただきたいと願います。それでは今日はこれでお別れです。次回もお付き合いくださいね。さくらでした。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。